皆様ごきげんよう。毎日サプリメントの萌えぺろです。久しぶりの一人動画となっております。イエイ。本日はインスタグラムで募集したお悩み相談の中から一つの相談に答えていきたいと思います。名前は匿名さんで、彼女がいる人を好きになってしまいました。彼女とはうまくいってなく別れたいと思っているそうです。いつも電話や LINE したり2人で飲みに行ったりもしてます。体の関係はありません。彼女がいる男性にアタックしてもよろしいのでしょうか、というお悩みをいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。まず私個人の考えなんですけども、人から奪った幸せは必ず人に奪われると思っているので、私は彼女がいる男性にアプローチとかをしたことはないです。っていうか、なんか普通に好きな人に彼女がいるって知ったら、その時点で私は失恋とみなし、その人のことを諦めようと思います。彼女から奪い取ってやりたいとか、うまくいってないんだったら私が彼女になりたいっていう気持ちは一切ないです。彼女がいるって分かった瞬間に身を引きます。それがね、割と普通なんじゃないかなと思います。彼女と別れて私と付き合ってよみたいなのは一回もしたことがないです。それにすることもないと思います。本当にね、例えば私が彼女持ちの男性を好きになったとしてアプローチします。で、なんと彼女を捨てて私をと次付き合ってくれることになりました。ハッピーじゃないですか。でもその男をよく考えてください。今まで自分のことを大事に思ってくれた人を捨てて新しい人にひょいひょい行くような男なんですよ。そういう男はね、私はちょっといらないなと思ってしまうので、絶対自分も同じことをされるなと思ってしまいます。これマーヤともめっちゃ話してて、ずっとねこの話をめっちゃしてたんですけど、彼女がいるとか奥さんがいるっていう人にはあんまりアプローチを私は絶対にしません。まあ、これも人それぞれなんだろうけど、私は彼女側の気持ちになってどうしても考えてしまう。彼女側、奥さん側の気持ちになってどうしても考えてしまうので、もし自分がラブラブな彼氏とか旦那さんがいたとして、やっぱ私もね経験あるんですよ。やっぱり自分はこっちの女性の方がいいですって言われて私が振られたっていう経験があって、その時にすっごい辛かったですね。だからこういう思いを他の人にさせてはならないんですよ。だから私は彼女がいる男性だったら身を引きます。続きましての質問です。私は地方に住んでおり東京に行ったことがありませんが、いつかは東京に出ようと思っています。地方出身の萌えぺろちゃんが東京に出ようと思った理由と、東京に出てよかったと思うこと、東京に出なければよかったと思うことは何ですか。はい、こちらはですね、地方、私と同じ地方出身の方からのお便りになります。私が東京に上京しようと思った理由は、まあ芸能活動っていうとあれですけど、バンドとかこういう YouTube とか、 YouTube は全国どこでもできると思うんですけど、そういうのをがっつりやりたかったから出てきました。で、専門学校に通っていたんですけども、専門学校でもダンスとかボイストレーニングとかパフォーマンスとかそういうのを習って、そういう学校も宮崎にはないし、あとチャンスの量が違いますね。東京に住んでなかったらヒカキンさんの動画に出させていただくこととかもなかったし、いろんな YouTuber さんとかとも仲良くなることなかったので、東京に住んでいてすごい良かったと思います。バンドも地方の人たちがレベル低いって言ってるわけじゃなくて、やっぱみんな志を持って東京に来てるので、皆さんレベルがすごい高いんですよ。そのレベルが高い中で戦えているっていうことが結構自分にとっては大きい糧となっているので、東京に来てよかったと思うのはそれが一番大きいかなと思います。そして東京に来なければよかったと思ったことは、やっぱり家族とか友達とかになかなか会いづらくなったことですかね。やっぱ実家が遠いからなかなか帰れなかったりとか、質問者の人がどこに住んでるかわからないんですけど、私の場合だったら飛行機で帰るしかなかったり、まあそうすると年に 1,2 回とか2回帰れればいいかなっていうレベルなので、そんな感じですね。なかなか実家に帰れないことが寂しいかなと思います。でも東京に来ていっぱいチャレンジできてるし、今もチャレンジしてる途中なので、これからも私は東京で頑張るつもりです。東京楽しいですよ。ぜひ東京お待ちしております。ということで、本日はインスタグラムからいただいた2つの質問に答えました。あくまでも全部私の考えなので、これが正しいとは言えないかもしれませんが、私の考えで言わせてもらいました。恋愛をしているね匿名さんも
今好きな人に彼女がいて辛いかもしれませんが、いつかきっと素敵な男性に巡り会えると思いますので頑張ってください。そして地方出身のこちらの方も東京に来るっていう決心がついて、東京で頑張っていければ嬉しいなと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。